マイレイロン・ビークランドは、エストニア生まれのスウェーデンの芸術家、イラストレーターである。ビークランドは、エストニアのタルトゥで生まれ、エストニアのバルト海沿岸にある、レーネ県ハープサルで育った。1944年、ビークランドは、第二次ソビエト占領下のエストニアから同級生の家族と一緒に、スウェーデンへ逃れ、難民として到着した。1953年、ビークランドは、 ラベンシェーグ連社のイラストレーターの仕事に応募した。ちょうど、ミオよ私のミオの執筆を終えたばかりのアストリッド・リンドグレーンと出会い、リンドグレーンはビークランドがおとぎ話を描くことができることをすぐに見抜いた。ビークランドは、ミオよ私のミオのために試しにイラストを描き、その後リンドグレーンとの共同制作は続いた。ビークランドは、 リンドグレーンの文章が絶えず自分の内面の絵を見せてくれると述べている。また、ビークランドは現実の生活から絵のインスピレーションを得ている。アストリッド・リンドグレーンが自分の中の子供のために描いたように、ビークランドもまた自分の中の子供のために絵を描くことが多い。また、赤い目のドラゴン、僕もお兄ちゃんになりたいな、会社とおばあちゃん、親指小僧の お引っ越し、小人の冒険シリーズなど、リンドグレーンをはじめとする多くの作家の絵本に挿絵を提供している。2004年、イロン・ビークランドは彼女のイラスト原本をエストニアに送ることを決めた。作品はエストニアのハープサルにあるビークランドのギャラリーで展示された。2009年、ハープサルにビークランドの作品やイラストを元にした子供と家族のためのギャラリー券。 テーマセンター、エラン、エスワンダーランドが開業した。ありがとうございます。